インターボーこんばんは。こんばんは。はい、今日はですね、昨日を、投稿しました、大喜利企画、はい、はい、優勝者発表と、いきたいと思います。はい、はい、結果発表ってやんないの？あ、ちょっと今かなり高級なね、おしゃれなホテルのラウンジにいるんだね。そんな、そんな雰囲気じゃないよね。つまみ出されそうだね。はい、というわけでね、はい、まだお互いにどういう感じにしたかは知らないので、見ないでくださいね。はい、わかりました。はい、で、採点方法なんですけど、まあ、これ事前にちょっと言っておけばよかったんですけど、まあ、僕たちもどうしようかなって考えた末に、はい、5点5点を持ってて、その5点を、自由に振り分けられると。はい、はい、だから1位ずば抜けたらそこに5点でもいいし、例えば1位同率だったら2点2点3位1点とかでもいいしと、いう感じでしました。はい、これが一番多分平等に近いかなっていうふうに思ったんですよね。はい、文句ありますか？何も言ってないだろうよ。いきなり喧嘩売るんじゃない？はい、はい、っていう感じでいきたいと思います。いいですかね？いいですよ、はい、じゃあどうしようか。3どうやって発表する？1人ずつ言うって感じか。1人ずつ言うか。言いましょう。 OK、 了解。はい、あとなんかありますか？2問と皆さん。まあ今すぐ答えてくれないからな。そうだ、ライブ配信みたいに言っちゃう。もうちょっと勘違いされてらっしゃるようですけども、はい、まあまあそれで、ね、で、そう獲得点数が多い人が、獲得できるという話ですよね。はい、うん、OK です。あとコメントありがとうございます皆さん。あ、そうね、そうです、本当に、一見もつかなかったらどうしようと思いましたけど、結果的には僕が今までの投稿で、最初の1回目の投稿だけはちょっと身内に声かけまくってコメントしてくれてちょっと脅したんでつきまくりましたけど、それ以降では、一番つきました。はいはいはい、全部で20件くらいですかぐらいつきましたね。はるんぼさんが提案してくれたんだよね、最初。はるんぼさんが提案してくれて、はいはい、どうしたよね、確か。この大喜利企画、大喜利企画、はいはいはい、大喜利は僕たちが決めましたけど、なんかこの、プレゼント企画、視聴者、収支に何パーセントかをプレゼントするのどうですかって。はいはい、はい、ありがとうございます、はるんぼさん。はい、ありがとうございます、本当に。はい、そこも最近僕入れてるんで。ほうほう、はるんぼさんもコメントしてくれたんだね。うん、してくれたね。はい、アドバンテージありますよ。はい、はい、じゃあ、どうしようか。はい、からから発表する？僕からいきますか。うん、いいですよ。今見てるから。はい、いきます。はい、僕はですね、はい、1位が2組で、1位が2組、うん、で、で、2位が1組、はいはい、なので2点、2点、1点です。はいはいはい、3組にしたんですね。しました、僕は。はい、はい、いいですか。はい、いいですね。じゃあ2位のところからいきますかね。はいはい、浅里浩二さんって言うんですかね。永久肩もみ顧客認定権。店員が後ろを通るたびに肩を揉んでくれる、かっこ同性のみ。これ面白いですね。これ面白い。うん、これいいよね。うん、確かにね、同性だったもんね。面白いし、同性だったらいいじゃねえよって感じだったもんね。うん、よかったと思います。はい、はい、じゃあ1位、はい、2組いますね。はい、1位が ZK さん。ほう、ギャンブル依存症相談窓口の優先権。はいはいはい。もうわけわかんないよね。わけわかんないよね、これね。ファン感謝祭で。ファンをなくそうとするという。タバコのなんかね、パッケージの、タバコは病気になるんで やめましょうみたいな。あんな感じや。ちょっとわけわかんない感じでしたね。はい、で、一組1位が、もうパチンコで借金なんてさせないさん。はい。1時間ごとにパーフェクトブガロが完成するガロ時計、カット、ハト時計。これさ、欲しくない逆に。確かにね。欲しくない確かに。はいはいはい、欲しいような気もするけど、でも発売したら売れるかもしれないですね、これね。なんかね。うるさくてしゃあねえなと思って1時間ごとになってたのね。確かに。っていうのが。ガロー、ガローって。びっくりしますよね、ちょっと。ね、12時になったら12回泣くんでしょ、多分ね。全然落ち着いてられないっていうね。うん、まあ、これ余談なんですけど、このもうパチンコで借金なんてさせないさんなんですけど、ちょうど多分僕と同じ時期に、
このね、同じような企画やってみ、始めました。ああ、ちょろっと見て、ちょろっと見て。はい、で、向こうは最低保証3万円。はいはい、で、10% スクラムちゃんのプレゼントしますって言ってるのに、僕ら 1% ですよ。もう、じゃあもう、年下が頑張ってるんですよ、学生さんって言ったもんね。いいんですか、よそはよそ、うちはうちお母さんのセリフみたいですね。そんな人にプレゼントするのもなんか申し訳ない気もするんですけど、まあ僕はそんな感じですね。はいはいはい、じゃあ僕ですね。みんなだろうね。はい、カラコちゃんの発表と被ってる人いるんで、あ、っていうことはもう結果分かって、悪いですけどいいっすね。そう、分かりやすい、うん、けども、あの、はい、まあ被ってない人からね、発表しようかなと思います。はいはいはい、僕は、うん、本当に一つめちゃくちゃ面白いなと思ってたんで、それは3点につきました。あと2つは1点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 なんだ、うん、はいはい、で、2しました、どっちかいきますね、はい、じゃあ、1点の方点が、はい、はい、あだと、はい、はい、発表、はい、発表、ドロサッパリさん、ドロサッパリさん、はい、あ、この方はあれですね、あのドロサッパリさんは僕の相方さんの YouTube、 相方の YouTube を見て、そこを投稿して、相方が僕の話をしてるのから来てくれて、トークしてくれた方ですね。なるほどね。はい、うん、続き喋っていい、俺は。あの、はい、の、超高級アナログテレビです。あ、はい、これね、そう、王道感あるよね。王道感あるよね。ジャック強のね。そう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 、あるし、マジでいらない。確かに、うん、マジでいらないけど、まあなんか本当にレトロでかっこよかったら欲しくなっちゃうような気もするんですけど、うん、まあ、このね、王道感っていうのが良かったなと思って1点です。はい、はい、で次の方、うん、次の方はね、バトル企画でもやったんです、一緒にね、うん、コラボもしましたが、さすらいの内人ズッキーさん。あ、ズッキーさんね。はい、ね、はい、内容がカラコタカトの等身大フィギュア、うん、いらない、はい、これいるでしょ、これいるでしょと思って外しました僕は。みんなが欲しがるやつやんと思って、大喜利の意味分かってんのかなと思って、ズッキーさん、ちょっと頭おかしくなっちゃったから。そうだね、これみんな欲しがるところだなと思ってちょっと外したんですけど、はい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 、ローランとかカラコカみたいなとこあるんだもんね。うん、女性ファンは喜ぶと思ったらね。何言ってるんですか。まあまあまあ、僕目線ですからね。僕目線はもう部屋の中に等身大のカラコフィギュアあったら、うん、マジでいらない、本当に邪魔ということで、1ポイントです。はい、はい、で最後、カラコンともね、かぶっております。かぶってるんだね。かぶってます。で、その方はですね、はい、ちょっと僕も言うことは分かんないですけど、ね、はい、この3点の方、うん、朝里ひろさん。工事じゃない、多分工事かな、ひろあきとかじゃない、まあいいか、まあまあ、はい、あの永久肩もみ顧客認定権です。おこれね、俺すげえシュールだなと思ってさ、はいはい、この顧客認定権だけだったら、うん、なんだろうなと思うんだけど、うん、説明がね、いいんだよね、うんうん、店員が後ろを通るときに肩を揉んでくれる、かっこ同性のみ、うん、同性のみいらねえよって、うんうん、女性とかだったらさ、はい、いいじゃん、よく欲しいと思うんだけど、同棲になった瞬間にこんなにいらないものになるのかっていう、うざったいものになりますね。そうそうそう、もういいかなってなる、うんうん、本当に、はい、うん、ってことで、僕はこれが一番面白かったなと思ったんで3ポイントです。お、はい、ということは結果出ましたね。はい、はい、ということで、朝里さんが優勝ということで、あ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。でこの後ちょっとね、はい、まあ、YouTube のコメント欄で書いて、うん、あとは YouTube の投稿も新しくして、うん、本人に連絡してみますね、コンタクト取っていってですね、DM Amazon ギフ、あ、そうですね、 Twitter なんか DM 送ってくれたら嬉しいですね。そうだね、まあこっちからいけんじゃないの、いけないのかな、いけないでしょ、 Twitter にはリンクしてないでしょ。あ、そっか、うん、ちょっとすみません、カラコカ西村の方にちょっと DM、飛ばしていただけたら、うん、早いのありがたいです。はい、本当におめでとうございます。はい、ちょっと少ないですけどね。
本当にって偉そうに言って全部ですよ。いやでもさ、ね、コメントをちょっと一生懸命考えてさ、大喜利投稿して当たるって結構嬉しいと思う。うん、そうですか。うん、次回もちょっと待ってください。はい、また来月の頭ですかね。はい、次は、はい。はい。たくさん稼げるので頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね。